こんにちは、アンディです。今日は部屋の中からヘルメットについて、ダラダラと喋ろうかなと思います。もうね、アンディのことを知っていていただいている方はヘルメットって言ったら何が起こったか、もう当然のごとく皆さんご存知だとは思うんですけど、アンディなりのね考えを、まあ、ブログで、いろいろ述べたところ、まあ、だいぶ噛みつかれましてね、まあ、いい意味でも悪い意味でも、まあ、議論が深まったんじゃないかなと、思います。で、まあ、ブログだけだとね、なんとなくこう実際にはこんないい人が、ブログ書いてるんですけど、言葉だとどうしてもね、なんかこう冷たく伝わっちゃう感じがあるのは、まあ、否めないんで、まあ、ちょっとまったりゆっくり、こんなイケメンがこんなこと考えてますよ的なのをね、ニュアンスとして伝えたらいいかなと思って動画にすることにしました。まあ、何が起こったかっていうのはね、まあ、だいぶもう詳細も、大事件も発表して、東大阪の工場で、ヘルメットを作っていたんだけど、その認証を取り消されましたと。で、そのなぜ認証を取り消されたかというと、規格基準っていうのがあって、その一つに書類をしっかり書かなきゃいけませんよ、書いて記録、それを残さなきゃいけない、まあ、保存しなきゃいけないっていうところの、まあ、場所の記載がずっとなかったと。で、その場所の記載がなかったんで、JIS認証を得るためには場所の記載がある書類を、きちんと保管しておかなければならない、まあ、その書類がちゃんと書かれてなくて、まあ、保管もされてませんでしたよっていうことで認証取り消しということになりました。で、OGK も、産業省も発表してましたけど、安全性に関しては問題なしと、試験安全規格、試験規格で、その試験結果に対する、JIS の、認定基準両方とも満足しているよと、まあ、正しい試験形態で、試験を行った結果、認定される、まあ、満足できる試験、判断基準、まあ、認定基準ですね、その基準を、しっかり守れてますよということで、ヘルメットの安全性機能に関しては一切問題ありません、安心して使ってくださいということを、OGK のメーカーとしても公式に発表されているので、まあ、ひとまず安心できたかなというところですね。最初ね、なんでこんなに一気にゴーンってツイッターが燃え上がったかっていうと、認証取り消しイコールなんか安全基準に不備があったんじゃないかとかね、試験方法をいかさましてたんじゃないかとか、試験結果をデータ改ざんしてたんじゃないかっていうふうに、まあ、いろんな人、まあ、アンディも含めてそうだったんですけど、想像してしまって、もしかしてこのヘルメット安全じゃなかったってことなのっていう不安がね、広がったがゆえに、まあ、一気に大きな問題、まあ、問題ではないのかもしれないけど、まあ、大きな、大事になったということが、まあ、事の顛末でした。で、まあね、アンディからも言いたいんですけど、まあ、OGK ユーザーは 今まで通り使えるし、基本的にはね、OGK の製品はチンタオの工場で作ってるんですけど、まあ、そのチンタオの工場は今まで通り認証も取り消しにはなってなくて、何も変わりがないので、まあ、今後も JIS 規格が通ったものが、流通されますよということです。で、まあ、今回ね、本当に考えるいいきっかけになったと思うんですよね。当然ですけど、 OGK のユーザー、今 OGK のヘルメットを持ってますっていうユーザーは、いや OGK 安心だよ、まあ、軽いし価格もリーズナブルだし、こんないいヘルメットはねえよっていう意見もたくさんありますよね。で、それとは別に、まあ、おじさん世代だとやっぱね、洗い信者が多いんですよ。おじさんはアンディより上の世代はやっぱそこそこ多くて、その新井信者、まあ、もちろん省エイがね、世界一のシェア持ってますんで、省エイのユーザーが一番多いと思うんですけど、いや何言ってんの、 OGK って後から出てきてやっぱりヘルメットといえばね、新井か省エイなんだよ、ガハハっていうね、おじさんの意見たくさん見ましたね、みんなもね。まあそういう意味で、意見が二分したかなというところは、個人的にはね、まあ、ちょっと悲しい部分もあるんだけど、まあ、いい意味でね、OGK ユーザーも新井、それから省エイユーザーも見直せるんじゃないかなというふうに感じました。
で必ずねこの話になって出てくるのがヘルメットの安全規格の話になるんですよ。で今大きく規格の話をすると主に3つあって、まあ、今回、話題に上がった JIS 規格が1つで、2つ目は、まあ、スメル規格、アライが得意としている規格ですね。で3つ目は ECE2205 っていう規格があるんですね。でこの ECE2205 っていうのは主にヨーロッパ EU 圏内で適用されているヘルメットに対する安全規格で、まあ、いろんな、ね、規格に沿った試験方法があって、その試験、まあ、その試験を実施してその結果が、ある一定の基準を満足しなきゃいけないよということになっているのは、まあ、どれも一緒なんですけど、その試験方法が、それぞれの規格によって、まあ、まちまちで全てが一致しているわけではないよと、いうことで、まあ、どうなんだという議論が、ね、まあ、必ずなされます。でヘルメットの安全かどうかっていうのは、これが安全ですっていうのはね、まあ、はっきり言って誰も言えないと思います。それは例えばアライの社員は、ね、もちろんねアライが一番いいんだよって言うと思うんですよ。だけどアライのヘルメットは絶対死にませんよってアライの社員が言わないですよね。それは同じように、まあ、例えば省エネのエンジニアの人たちも同じで、アライに対して、うちのヘルメットは絶対安全性が高いんだって思っていたとしても、うちの省エネのヘルメットを被っていれば絶対に安全ですよ、絶対に死ぬことはありませんよとはやっぱね誰も言えないですよね。じゃあそうなるとですよ、じゃあそうなるとじゃあどれが一番いいんだっていうことをみんな知りたいわけじゃないですか。でその答えは誰も持ってなくて、まあ、持ってるとすれば自分自身で答えを出すしかないんですね。で自分自身が出した答えこそが一番最良の、まあ、結論であるということしかね言えないしできないんですよ。このヘルメット安全だから間違いないから、これ被るときは間違いないよって言って、ね、これはね誰も言えないです。それはもちろん OGK ユーザーも言えないし、アライユーザー、省エネユーザー誰も言い切るっていうことはね、もうそれはどう考えても不可能です、この安全ということに関してはね。でじゃあそれでもさ選ばなきゃいけないわけでしょ。で特にマンディ、2年ぐらいオートバイのね用品店でスタッフとして働いてた経験があるんですけど、免許取る人がねヘルメットコーナーによく来るわけですよ。これから教習所通いますっていう方がね。でやっぱり、会話はね大体パターンっていうのが決まってて、まず教習所に通うってことは教習所にね、10万円とか免許、車免許持ってなかったら20万円とか一気に払わなきゃいけないじゃないですか。だから予算的にね、やっぱり厳しいっていうものがあって、なるべく安いものがいい。で安いものっていくとねヘルメットって6500円ぐらいからあるんですよ。で6500円のヘルメットと片や省エネ X14 のグラフィックとかになるともう8万円超えちゃうわけ。6500円と8万円ってすごい差があるでしょ。でね、なけなしのバイト代握りしめた10万を自動車学校に納めてそこからさらに8万円ヘルメットでかかりますとか言われても、いやいやいや8万円はちょっと高いでしょ、もうちょっと安いのないのっていうふうにまずね最初そこから会話がスタートして、で初めてヘルメット買う初心者の方も6500円はさちょっと大丈夫なのかな、教習所で転んでしまった時に俺の頭をぶつけて本当に俺の頭を守ってくれんのかなって、やっぱねそれは不安になるんですよ。でもじゃあ6500円と8万円のどこが自分にとってベストなのかっていうのはね、初心者の方には正直、今ここで判断してくださいって言ってもできないと思います。それはなんでできないかっていうと、判断するための基準を今何も持ってないからなんだよね。まあ、アンディも含めもう10年20年乗ってるようなベテランは、省エネはこんな感じとか、アライはこんな感じとか、スネルって大体こんなんでしょ、まあ、EC ってちょっと聞いたことないけど、JIS規格取ったらまあとりあえずいいんじゃねえのとか、なんとなくそれぞれ皆さん、自分の中での判断基準を持ってる人は、その自分の判断基準に基づいて、このヘルメットだっていうのをね、購入して選べばいいと思うんですよ。それがもう最先のヘルメットだと思うんで。だけど、ブログでも書いたように初心者の方っていうのはその基準すら持ち合わせてない中で何を選んだらいいんだろうっていうところからバイクの用品店でスタートするんですね。でね、用品店のスタッフも
もちろんその人のことを考えてベストな提案をするんですけど、必ずしもね全員が全員ベストな提案をしてることはないです。日々の売り上げにも追われてるし、ヘルメットコーナー担当だったらね、今日の予算はいくらで、いくら売り上げなきゃいけないっていう中で、なるべく高いものを買ってもらいたいっていうのももちろんあるしね、まあ、そこは別にそれがダメとかそういうことではないんだけど、アンディの場合はそういう、なんていうのかな、お金の話抜きにこういうのをおすすめですよっていうのが言えるのが、まあ、僕のね、ブロガーとしての立場だと思うんで、ブログの中では、アンディとしては OGK はおすすめしませんよっていうことを、まあ、言い切ってます。言い切ってるんだけど、それは OGK がダメだよって言ってるんじゃないんですよ。ここをね、まあ、理解してもらえなくって、こいつ OGK もかぶったことねえくせに何言ってんだバカ野郎ボケアホボケカスオンドレアって、まあ、言われちゃったんだけど、まあそれはね僕 の言葉足らずで、すいませんでした。OGK が悪いっていうふうには全然言ってないです。僕がおすすめ、まあ逆に言うとね、アンディがおすすめできるヘルメットがあって、それ以外はおすすめできないのよ、入るわけですよ他のメーカーはね。だからそういう意味で、まあ、OGK もおすすめ、今はおすすめできませんよって言い切ったら、まあ、そういうことです。まあ後で理由は話します。で、まあ、ちょっとねゆっくりダラダラなんで、まあ、もしつまんなかったらピッて飛んでもらっていいんですけど、ここにね3つのヘルメットを用意しました。これアンディの全部私物で自分で買ってます。で、まあ、こっちから行くとね、ショーエの GT エアっていうヘルメットです。でこれは JIS 規格をパスしたヘルメットです。でこれは、アライの RX7X、これは JIS とスネル、その両方が、パスした安全規格をパスしたモデルです。でこれがもう一個アライの SZ ラン4っていうね、俗にオープンフェイスってやつで、ここのチンガードがないタイプのヘルメット、この3つを持ってます。でそれぞれね使ってます。で、さっき自分で決めた安全基準こそが正しいんだよと、他人にどうこう決められる問題じゃないよって言ったのは、この3つのヘルメットを所有しているところにも理由があるんですね。アンディがまあ8体とか鈴鹿サーキット走るときどれ被るか、もうこれです。これ以外被りません。絶対にこれを被ります。で一泊ツーリングに行くときどのヘルメット被るか、これ被ります。こっち被ります。でアメリカにツーリング行くときどれ被るか、これ被るんですね。で何を重視するかによって選ぶヘルメットも変わるんですよ。ヘルメットってただただ頭を守るだけじゃないんですよね。頭を守るために被るもの、目的は頭部の保護のためにヘルメットを被るのはどれも一緒ですよね。どれも一緒なんだけど機能と性能が違います。で例えばこのアライのヘルメットでいくと、まあ、今ねちょっとこのシールドの上からオンシールドみたいな感じでね、ダブルシールドもあるんだけど、これ今俗に黒、ブラックなんだっけ、スモークっていうんだったっけな、セミスモーク、ちょっとごめんなさい、ちょっと正式名称忘れましたけど、まあ、黒って呼ばれる、シールドをつけてます。でこれね、まあ、夏だったら朝早く出てで夕方戻ってきてもこの黒シールドでなんとかいけるんですけど、もう今時期ね、もう4時半とかには暗いんじゃないですか。その時にこんな真っ黒のシールドで走ってらんないんですよね、前見えなくて。で挙句の果てに向こうでトンネル行っちゃ、トンネルの中通過しますねなった時にはもう視界ゼロに近いんで、正直ね、このシールドじゃ走れないです。そういう時にもちろん替えシールド持ってってパコパコってすぐ取れるから替えてもいいんですよ。でもそれ手間だし鬱陶しいんですよね、あうぜえなと思うわけ。その時にやっぱねこの GT は最高なんですよ。これ、まあ、クリアシールドだからね、今白なんで中が見えると思うんですけど、ここでねワンタッチでシャコンとシールドが出てくるんです。だ夏っていうか日差しの眩しい時はこのシールドをシャコンって出して、で夜暗くなってきたなと思えばこのワンタッチでシャコンってシールドを上げることができる。だこのね機能性っていうのがねすごく便利なんですよ。なんで一泊のツーリングで朝も夜も暗い時も明るい時も走るよっていう時にはやっぱねこれが一番、便利ですね。であとこのあご紐、ちょっとしたことなんだけどこれねワンタッチでカタンって外れるんですよ、こんな感じでね。だけどこっちはねレース用なんで D リングっていう、まあ、もっと、強固な作りなんだけど、その分ちょっとね、脱着する時に手間がかかるっていうことで、脱着のしやすさはこっちの感じです。だけど
大きな衝撃かかった時にビヨンって伸びちゃうとか変形のしにくさ、信頼性みたいなところでいくと、やっぱりこっちよりも2枚のねベルトのフックキュッて折り曲げるディーリングの方が、勝ってると思います。で、これもうね、このチンガードないでしょ。このチンガードない時点でこの2つに対して安全性能はどう考えても劣るっていうのは、もうパッと見でこれから免許取りに行く初心者ライダーの方も多分それはね分かってくれると思います。でもなんでこれ被りたいかっていうと、このねチンガードがない状態のヘルメットってすっごい視野がね広いんですよ。でアメリカ行った時って、まあ、とにかくね直線が楽しいんですね。アメリカってもうコーナーなくて、もうとにかくひたすら続く永遠な直線を走っていくっていうのがすごい楽しいんだけど、その時に最大限大パノラマの景色を楽しむにはこのオープンフェイスが一番で、そのオープンフェイスの中でも、最も安全性能が高いんじゃないかなって自分の中で考える、まあ、スネル企画を通ったものが、まあ、これだったんで、アメリカを走る時にはこのヘルメットが自分にとってはベストという感じで、この、種類の違うヘルメットを使い分けてます。で、例えばねこのシールド、さっき見せたこのインナーシールド、ここから遮痕で出てくるシールドね、これあった方が便利でしょ。あった方がいいに決まってるんですよ。じゃあなんでこれ洗いつけないの。洗い一応あるんだよ、あるんだけどインナーじゃなくてアウターシールドって言って、シールドの上にスモークシールドがついてるね、まあ、ちょっとねはっきり言って見た目かっこ悪いんだよね。なんでそれやらないかっていうと理由があってね、このシールドが収まるためのスペースが、照英はここにあるんだけど、ちょっと見えるかな、ここね、へこみって言ったらいいのかな、凸形状じゃなくてねへこ形状になってるわけ。ここの中にさっきのシールドが収まってるのね。だ収まるスペースが必要な分、シールド分だけこう、ここ本来ここの棒体のラインカットラインでいいんだけど、ポコッと出てるわけ、ここのおでこの部分ね。でこの、このへこみとかがあると応力集中しやすいよっていうことに、これは物理的に、間違いなくそう言い切ることができます。例えばねチョコレート あのキットカットとかあるでしょ。キットカットをあの一口サイズに切るときに、なんかこうね V 溝とかのところからうまくパキって割れるじゃん。あとあのカレーのルーとかさ、こうなんか細くなってるところからパキってうまく割れるでしょ。あれって、断面積の変化率が急激なところほど応力が集中してそこから壊れますっていう物理の法則があります。これは別にアンリが言ってるから正しくないとか正しいとかじゃなくて、技術はもうみんな平等だからね、あのそういう物理の法則がある中で、洗いの考え方として、こう応力集中しやすい形状っていうのは洗いは絶対にやりませんっていうことを言ってて、まあ、その一つにこの R75 っていうのがあって、この R75 よりもまあ小さい、R は設けませんよと。 R っていうのは半径の R のことなんだけど、そういう洗いの独自の規格基準があるがゆえに洗いのヘルメットってすごい丸っこいよね。これ横にね並べると分かると思うんだけど、こうしょえてさ、ここの辺がシュッとこう尖ってるでしょ。で洗い横にするとなんかやっぱり横にしてもなんとなく全体的にまん丸い感じでしょ。これは洗いの、まあ、考え方でこういう形状になってます。だけど世間一般のデザイン性、ヘルメットってやっぱりデザイン性もすごく大事だと思うんで、そのかっこいいかかっこ悪いか、かっこいいフォルムかそうでないフォルムかっていうと、やっぱ照英を選ぶユーザーの方が多いのもこれまた事実です。で照英はなんといっても世界シェアナンバーワンのヘルメットメーカーですからね、まあ、そういう意味で、何を優先するかというところが、まあ、目的によってね、違ってくるよということが言えると思います。で、じゃあアンディがなんで初心者に対しては、アライのスネル企画を進めるかっていうと、今、少しずつちょっとヒントね喋ってきたんだけど、まずは一つスネル企画を通ってるよっていうことが一つ。でもう一つ、まあ、スネル企画もね、まあ、かなり厳しいと言われる企画の一つで、それよりもさらに厳しい基準をアライ独自が設けてて、スネルよりもさらにもっと高い安全性の、独自基準っていうのをアライは持ってます。
で、その洗いの、スネルよりもさらに厳しい基準をクリアしたものを洗いのヘルメットのスネル規格取ってますっていうモデルでリリースしてるっていうことが一つと、さっき言った、まあ、R75 っていうね、全体的に丸っこい形をしてるがゆえに衝撃を吸収しやすいとか、まあ、逃がしやすいって言ったらいいのかな、あの卵形状っていうのがね、まあ、一番衝撃をこううまく、まあ、保ってるんじゃないんだけど、まあ、かわすっていうのかな、少ない材料で大きな衝撃をに耐えようとすると、やっぱり丸っこい形に、まあ、なっていくんだね。であとは、バイクが滑って転んでシャーってライダーが滑ってっちゃった時に縁石とか、例えば道路のキャッツアイとかそういうところに当たるんだけど、そういう時にも丸いヘルメットのシェイプ、このボディラインの方がその衝撃によって首がねこうグッて持って枯れることが、持っていかれにくくなる。でそれはね、当たり方が毎回毎回同じだったらいろんなベストな形状って探れると思うんだけど、まあ、実際にはね、あの事故の形態って場所も違えば気温や温度でましてやね、速度だってぶつかり方だって二度と同じ事故形態っていうのはないわけで、まあ、そういう中でどんな事故になるかわからないけど、その中でどういう形状が衝撃に対して最も頭を守れるんですかって言った時に、やっぱりね丸っこい形状の方が、守れるというふうに、アンディ自身はそう感じるので、そう思うので、まあ、自分の中の判断基準で、特に初心者っていうのはまだそのヘルメットに対する独自の自分独自の安全基準っていうのを、まだ比較するだけのね材料を持ってない中で、アンディが、本当ね初心者の方はやっぱ業界としてもライダーとしてもやっぱねウェルカムな姿勢でいなきゃいけないと思う中で、これだったらおすすめですよって言えるのはやっぱね、洗いが一番科学的根拠をやっぱ出してるんだね。洗いのヘルメット買った人は分かると思うんだけど、ちっちゃな冊子がついてて、で洗いがどういう基準でこんな試験をやって、規格に合うようにな試験内容をやって、その規格の基準はここです、でも、そこだけじゃなくてさらに上の厳しい基準を設けてこういう試験をやって OK なものを全部出してますっていう、その科学的根拠を一番多く情報を、まあ、リリースしてるんですよ。でもちろんね、あの ECE2205 っていうのも、厳しい基準っていうのは理解してるんだけど、実際どんな試験でどんな風にやっててっていうのはね、なかなか情報としてね入ってこないんだよね。まあ、そういう中で、うん、科学的根拠に基づいた最も安全だと思えるものはアンディの中で今現時点アライなので、初心者のまだ判断基準を持ってないよっていう方にはこういう判断基準でアライをおすすめしてますっていうことを、まあ、自分だったら言うかなということで、アライをおすすめしてます。逆に言うとアライ以外はおすすめしません。それは OGK もだし省エもだし、だけどじゃあアンディはおすすめしないんだけど、そのおすすめしない省エをかぶってんのかっていうとかぶってますというところは、まあちょっとにあの矛盾してるんだけど、その初心者の方がだんだん、バイク仲間、ツーリング仲間、いろんなコミュニティの中でいろんなヘルメットかぶってるライダー必ずいると思うんだね。もちろん OGK かぶってる人もいれば省エ、ベルとかシンプソン、TJC、スオーミー、ノーラン、エクスライト、まあ、いろんなね海外メーカーも含めてたくさん手に入るようになった中で、あこのヘルメットはそんな感じか、シンプソンなんか形ちょっと骸骨っぽくてかっこいいな、スオミ、こんな高いの8万円もするのちょっと高くて買えないな、でもデザイン性いいし、なんか AGV とかねロッシーが被っててなんかあの派手と派手な感じ私も好きだしとか、いろんな基準がね今後芽生えてくると思うんで、その基準がまだ揃ってないんであれば、まずは、アライのスネル規格どうですかと、そのおすすめできる理由はスネル規格のこういう科学的根拠に基づいて、こういう安全規格を通ってると、でその中で最も安全性に対して、アンディとしてはより安心を置けるモデルはアライですよということになるんで、まあ、そういうふうに、初心者の方にはおすすめします。逆にねその初心者でも例えばお父さんお母さんがねライダーであのこれ被っときゃ間違いないんだよ、それは AGV なんだよって言うて、それを信じてあ間違いないなと思ってれば別にそれはそれで選んだヘルメットが正解なんで、もちろん何かねその考えを強制するとかそういう意味ではないので、
そこはね、誤解のないようにしてほしいなと思います。で、今回の、まあ、一連のね、事件の中で OGK の品質は別にアンディも全然悪いと思ってません。被ったことはね2回あるんだけど、別に OGK の品質が特段ダメだとか安全性が悪いって思ったことは1回もないです。で、OGK からサポートを受けてレースをしてるライダーもツイッターの中でね、たくさん、コメントを出してました。で、まあ、一番なんかね見習うべきだなと思ったのは夏美さんっていう全日本ライダーの方がいるんですけど、OGK のヘルメットに助けられましたと、レースのすごいスピードのね速いレンジの中で転倒しても、まあ、頭ガツガツ打っちゃったんだけど脳震盪になることもなく、守ってくれましたよって。で、OGK さん今こういう状況だけど、品質は間違いないのは私身をもって体験して分かってるんで、今後の復活楽しみにしてます、まあ、活躍をね、待ってますみたいないうツイートがあって、おお、なんかこういうのいいなと思ったんですよ。全日本ってね、知ってる人も多いと思うんですけど、日本で格式の一番高いレースじゃないですか。まあ、そこに出てるライダーっていうのは、サポート受けてる以上はそのメーカーのね広告塔なんですよ。決して、ね、お小遣いもらって、レースやってるわけじゃなくて、広告塔として今自分が置かれた立ち位置で何が、ベストなことをパフォーマンスを出せるんだろうって、別にサーキットでパフォーマンス出すのがレースの全てじゃないんで、そういう意味でね、普段のまさにこういう OGK が窮地に立った時こそ、 OGK にとって、あ、このサポート、あ、このライダーにサポートしててよかったなって、 OGK がの社員とかね、 OGK の、会社が思ってもらえるようなね立ち振る舞いをぜひしてほしいなと思いました。あのね、バカじゃねえのとか、アホじゃねえ、こいつ頭開いてんのかよ、こういう時に限って出てくるんだよ、ど素人の意見がとかね、まあ散々言われましたよバンバン言われました。まあ、それはね、アンリーに対してお前はバカだアホだっていうのはもうこんだけ SNS と Twitter とブログと動画でね、もう顔も出して名前も出してるんで、もう言われ慣れたんでどうってことはないんですけど、ただ全日本のライダーってことはさ、その時お客さんが入るレースでしょ。できっとそのライダーのファンもいると思うんだよね。そのライダーがこんな言葉遣いでバカじゃねえのアホじゃねえのにわかな素人がいちいち口出してんじゃねえよって言っちゃうと、初心者がますます意見言えなくなっちゃうじゃんね。だから、まあ、やっぱりね、全日本に出て、ヘルメットをサポートしてもらうような実力の高いライダーだからこそね、こういう時に、サポートしてもらってる企業の気持ちになって立場に立って、言動発言をしてくれると、まあ、全日本の見られ方っていうのもね少しずつ変わってくるんじゃないかなと思います。見てるとね、もちろんその夏美さん以外にも OGK のヘルメットをこんだけ持ってるけどすごくいいんだよっていうことを言ってるライダーもいました。ドゥカッティ乗ってる、なんつったかな、高谷っちさんだったかな、ツイッターのネームとかもね、なんかこうすごく、OGK はの品質は間違いないんだよ、OGK かぶってくださいねとかね、まあ品質問題ないってことももちろん公式にも発表されてるんで、それにのっとって、レースもレーシングスピードで走っても問題ないし、転んだ経験もあるけど、全く問題なかったからぜひ皆さんも安心して使ってくださいねっていうツイートね、なんかこう心強いと思うんですよ。だそういう風に、なってもらいたいな。なんかね、バリ雑言をツイッターってさ、まあ、例えば DM でアンディだけにお前ふざけんじゃねえよバカ野郎って送ってくるんだったらまだいいよね。俺は別にそれをなんかスクショで晒してとかいうことは全然するつもりはないんだけど、まあ、みんなが見れるところで、全日本ライダーがしかもサポート受けてる立場でアホボケかすって言ってんのはちょっとそれだけはまあ違うかなということは感じました。で、あとはね、何でもそうなんだけど、まあ、理解と納得、まあ、それから賛否両論、まあ、この辺をうまく、やっぱね情報を収集しなきゃいけないと思うんですよ。まあ、例えばね、自民党でも
安倍政権がやることに対して朝日新聞が書くことと産経新聞が書くことはもう真逆ですね。産経はどっちかというと安倍さんより、朝日はまあ安倍さん反安倍みたいなね、いう形で分かれてる中で、両方の意見が必ずあるわけじゃないですか。だから、その例えばね、サポート受けてるライダー、もちろん全日本ですから、有名な人がたくさん出てるのはもう間違いないんだけど、そのサポート受けてる人のサポート受けてるライダーのコメントってどういうコメントか想像つきますよね。あの、年間契約してあなたにヘルメットを無償でサポートしますよっていうのが、まあ、サポートライダーなんですけど、そのサポートライダーがね、仮に本音、ちょっとこのヘルメット違うなと思ってても、まあ、言えるわけないですよね。当たり前だけど。だから、情報を仕入れる中で、もちろんね、その全日本の、出てる人のことも完全に信頼するぐらい、もう信頼しきって、その人の言う意見はもう全部正しいんだって思っていれば、もちろんそれはそれで問題ないですよ。それはもちろん問題ないんだけど、やっぱりそのいいよっていう意見とそうじゃないよっていう意見を自分の中でちゃんと土俵に上げて、両方の意見を理解して、でどっちに納得できるかっていうのを最終的に自分が判断しなきゃいけないと思うんですよ。あの、このヘルメットはいいぞいいぞいいぞだけを信じて、あ、いいよねいいよねいいよねっていうのはね、ちょっと危ない。で、落ちりがちなのは、例えば OGK ユーザーだったら OGK のヘルメットはいいぞっていう意見を取り入れやすい。 OGK のヘルメット持ってて OGK は良くないって言ってるやつはもう良くないっていう風になりがちだから、そうじゃなくて OGK 持ってても OGK いいよっていう人と、 OGK ちょっとここは良くないねっていう人の意見を、まあ、きちんと聞く。それは別に大事件に限らず、洗いもそうね。洗いもやっぱいいところは、アンディもたくさん言えます。で、悪いところももちろんたくさんあります。まあ、例えば洗いの悪いところね、あの、さっき言った機能性がいまいち、デザインが丸っこくてかっこ悪い、もうこれはね、あの、アンディもずっと言い続けてるんだけど、その機能性とかね、デザイン性を重視するんであれば、やっぱり洗いじゃなくてこういう、シュッとしたねフォルムが好きっていう人はやっぱこっちを選ぶべきだろうし、いや、フォルムはかっこいいだけど俺の中では安全性を最も重要視したいんだよ。じゃあその安全性ってさっきも言ったけど、どれが一番安全なんだっていうのは言い切ることが非常に難しい。だから、どっちが自分の中で、より安心できるかっていう、その情報を仕入れて、その情報を比較して、で、あ、こっちの方がより安心できるな、こっちの方がより安心できるな、いや、これは一緒だなっていうのを自分の中で、まあ、理解して、判断しなきゃいけない。だから、必ずね、特に、まあ、批判してる人の意見っていうのもすごい大事なんで、それは一つのメーカーの批判だけじゃなくて、 OGK の批判、洗いの批判、省エネの批判、なんもというか海外の、シンプソンの批判、AGV の批判とかね、そういう、実際に使ってみたけどここは良くないなっていうところ、まあ、例えばね、あの、シールドの使い勝手が悪いとか、シールドが交換しにくいとか、まあ、そういうのも機能性のうちの一つなんだけど、まあ、そういうのも全部ひっくるめた上で、安全性、機能性、それから価格、あとはまあデザイン性ね、外観商品性とか、そういうのも総合的に自分に合ったヘルメットはこれだっていうふうに結論出したのが、まあ、もちろん正解になるんで、まあ、いろんな人の意見をしっかり聞いて、であとはそのもし仮にね、有名人の意見が出てきたとして、全日本ライダーもバリバリ走ってます。例えば、OGK で言えば秋吉選手が、あの、俺の中でね、パッて最初にすぐ出てくるんだけど、昔から秋吉選手は OGK のヘルメットで、レースしてます。じゃあOGK のヘルメットが不安全で、秋吉選手もたくさん転んだよね。あの、鈴鹿の一周と3コーナーでシャカーンいっちゃった時も、わーっつって、あの、バックドロップを思いっきり食らわされてたけど、その後スタって立って、タタタタってまたピット戻ってったりとかね。あの、じゃあ、OGK のヘルメット安全性大丈夫な、全然大丈夫だよね。じゃあ、そういう中で、そういう実績や、あの、起こった事象も見ながら、秋吉選手のことを全面的に信頼するのも OK だし、いや、ここは自分の考え方で自分の基準に照らし合わせると、そうじゃないな、いや、俺は洗いよりも省エネだな、いや、俺は省エネよりも、OGK だな、
いろんな考え方と基準があって叱るべきで、どれが正解、どれが不正解っていうのはないです。間違いなくないです。だから批判ばっかりしてこいつ OGK のこと分かってんのかアホじゃねえのっていうやつほど、まあ意見が偏りまくってるんで、まあ、非常に危ないなと。だが、そういう意見も自分の中でのね土俵にして、しっかり比較検討する上では一意見として取り入れると、自分にとって必ずプラスになるはずなんで、そういうのをねこうちょっとずつちょっとずつライダー人生を重ねていく中で自分の基準を徐々にこう持ってってもらいたいなと思います。なんでねちょっと、まあ、緩くダラダラ喋りましたけど、何分喋った？30分ぐらい喋ったかな。まあ、一応ノー編集ノーカットでまあポコンって上げるつもりなんで、時間があるときにのんびり見てもらえたらいいなと思います。どうしてもねブログで言葉で書くとどうもねニュアンスが冷たいとかなんか言い切っちゃうとなんかこうドヤ顔で言ってんじゃねえのかみたいなね、まあ、そういう批判コメントもいっぱい来るんだけど、実際見てこんなイケメンがこんなに緩くこんなに優しく喋って決してね僕は OGK の製品をダメだって言ったことはもう一回ねブログ読んでもらえば分かると思うんだけど一回もありません。言い切ってるのは OGK は現時点初心者にねおすすめしませんって言ってることを言ってるだけなんですよ。初心者におすすめするのは、まあ、要は荒いってことね。で理由はさっき言ったと思うんだけど、逆に言うと省エもおすすめしません。初心者には僕が科学的根拠理由に基づいて、最も安心できるなって理由とともにそれは、これはおすすめできますよっていうことをね、言えるのが荒井のヘルメットっていうことなんですよ。で荒井のヘルメットでもこのね、GT エアよりもこのここがチンガードがないオープンフェイスの方がの方がというかどっちがねこれと GT エアとこれどっちが安全性高いですかって言ったらこっちでしょ。これここの絵を見ればね、なんか誰でも理解できそうじゃん。いやいや、これはこっちの方が安全だっていう人は、まあそれはそれで別にいいんだよ。その意見でもちろん OK。で、このチンガードがない。こっちはチンガードがある。どっちが安全性の高いですか？多分こっちだよね。多くの人はね。だけど、アンディがこれ被ってアメリカを走るんですよ。いやいや、じゃあ安全性の高い方を被っとらんやんっていうことになるんだけど、それは目的が一番は景色を楽しみたい。その中で最低限の安全性も担保したいよってなるとこれが一番ベストなヘルメットになるんです。だからその人の、ライダースタイル、ライフスタイル、それから、まあ、デザイン性をどれだけ求めるか、で安全性をどれだけ求めるかっていうところによってもね、随分違ってくるので、どれが正解っていうのはないです。各々が各々の判断基準に基づいてしっかりこれだと思うものを結論出せばそれが一番いいベストのヘルメットだということは間違いなく言えると思うんでね、まあこんな考え方があるんだよというのと、アンディはこんなに優しくて素晴らしい人なんだねっていうのを分かってもらえればね、いいかなと思います。ということでちょっとねダラダラ喋りましたけど、今日もご視聴ありがとうございました。ここまでです。